はいみなさんこんにちは。今日はですね。画面にペンタブレットが表示されています。来ました来ました。なんで今更ペンタブレットやね。って感じなんですが、ペンタブを買うのにですね。液晶のペンタブにしようか、随分迷いました。本来はループデッキを買う予定だったんですよね。その予定だったのですけれども、ちょっと安いのがあるなぁと思って、申し込みをしてみたら、そこが詐欺サイトだったというのです。 別に現実は詐欺には合っていません。まだ振り込みをする前に、ちょっとおかしいなと思って気づいたので、その会社の電話番号に連絡をしたら、実際はその会社のサイトじゃなく、詐欺サイトだったということで、振り込みは免れたんですが、なんかそんなので、意気消沈してしまいまして、今すぐいるかなっていうのもありまして、そんなことやってるときに、 イラスト描かないといけないことが起きたのですね。その時にやっぱりマウスで描くのは大変だなぁと今までもペンタブレットは持ってたんですけれどもなかなかうまく使えないままもう古くなってね多分今 Windows のバージョンにも合わないんじゃないかなって感じもありましてペンタブレットはもう3000円から5000円ぐらいでこういうのがあるんですよねでもこのタブレットの左側にですね こんな変わったものがありますよね。これ8個のショートカットキーが登録できたり、ここ、ジョグになっていまして、ぐりぐり回してですね、マウスの代わりに使えたりとか、そういうのができるんですね。スクロールとかこれ便利だなと。ループデッキを買うのは、このジョグが便利だから、買おうと思ってたのです。まあ、ちょっとぐらいは代用になるかな。ということで、お得感満載で、 1>, 1万5千円ほどだったんですけれども最新版を買いましたそしてスモールというのを買ったんですでもこれ案外大きいんですよねはいタバコがこんな感じで案外私の思ってたよりも大きかったんです今までのタブレットはもうちょっと小さくてですねま、これを2つ3つ重ねたぐらいのこんなのだったのですが来たら大きいし 置く場所をどうしようかっていうような感じに思ってしまいましたなんとか場所を作ったんですよ作ったというか今まで置いてたのを片付けて設置をしたんですけれどもねまあこのペンタブレットは充電とかしなくていいタイプでそしてこれは Bluetooth でも使えるようにバッテリー搭載なんですよ10時間ぐらい使えるらしいですでも私はそれよりも。 USB の方がいいと思ったんですがたまにちょっと離れたところでもできるかなっていう期待も含めてですね両方できるというのがこのモデルだったんですよ XP ペンのデコプロ SW とかっていうのかな名前もわからない母何せ無線と USB どっちも両方使えるんでやりたくなった時には Bluetooth で iPhone とか iPad ででも使える とといいいうのがいいところですね。iPad ではあんまり意味がありませんね指とか Apple Pencil で書けるんですからねそんなことで前置きが長くなりましたけれども基本的には Windows の操作もこうやるんですよねスクロールが今までだったらトラックボールをこうしてですねグリグリ回してたんですこれクックックッとなったりしてしまいますよねそれは早くスクロールできるように こう設定したわけですけれども、だからクックックっとこうぎこちないんですよね。でもこれならスムーズですよね。こうしてですね。ピッピッともうこういうことから便利だったりですね。こう持って行ってペンの横をこのように押すと、右クリックとかできたりもするんですよ。ほら、こうやって右クリックもできるんですよね。だから、ここでいろんな右クリック操作も簡単です。 それで私は基本は音楽制作とか DTM のお話が多いんですけれども、スタジオワンが意外と便利だったりするんですよね。横にこう動かすのも便利ですね。そして拡大縮小も簡単です。トラックの小説番号のところをですね、こうやって押しながら下にやったり上にやったり、こうすると拡大縮小できますし。 そしてルーラーに近づけてこのジョグリングを回すと拡大縮小もできるし縦スクロールは鍵盤へ持ってきていたらスクロールができたりします。あと一番便利だなと思ったのはここにミディトラックがありますがショートカットも割り当ててあるのでですねまずこういうように選択をしてデリートもここのボタンに割り付けてるんで簡単に消せますよね。 そして今度は音符を描画します描画するときはスタジオワンの場合3のキーですけど3もこのボタンに割り付けているので鉛筆モードになりますそしてここでこうやって意外に簡単にですねシュッシュッシュッと書いていくわけですね真っ重なったりしたりすると私はストリームデッキにも登録してるので。 これで選択をしますよね。こうやって、そしてストリームデッキで、こうやれば、キュッとオーバーラップ削除したり、できるようにしていますので、ま、8つのボタンだけでは全部はできないですが、ストリームデッキは隣にあるのでですね、連携して使えばいいですし、ハモリを作るのに複製なんかをしようと思うと、これをオルトキーにしてあるので、こうやって引っ張ると、 音符のコピーができますよね。こうやってね。ハモリ作るときはここでですね。スケールに合わせて、このチェックをしておくと、ここ、A メジャーとなってますけれども、ここでこうやればオートで、これを複製したら、スケールに合ったハーモニーを、複製ができますね。幅の広いところと、狭いところがあると思うんですけれども、 こう便利にできると思います案外ミディ編集が便利ですあとショートカットキーで作ってるのは再生するのにスペースキーですねはい一番角にですね一番よく使うのでねまたペンタブは戻ったりするのが楽ですこうやって押すだけで戻れるんでマウスだったらグリグリっと動かしたり こうして引っ張らないといけないですがペンタブレットですからこの先頭のところにカーソルを置いて一番後ろにするときにもこうやってどこにでもカーソルが移動しやすいですねこうやってはい細かいところですね例えばこちらの方でここで切ったりスタジオワンの場合はカットは3ですここで3を押したらそしてここでピッピッピッと ほら切切っっててていくの。今切れていってますでしょ。こうやってカットがめちゃくちゃ楽ですよねこういうのにペンタブレットっていうのは私は絵を描くために買ったんですけどこれのドライバーソフトがですねこういう画面でしてキーのカスタマイズとかこのホイールリングのカスタマイズをこうやってできたり剣ンのボタンとかですね そういうのがうまくできるようになってておりましてそしてアプリごとにカスタマイズができるんですよお絵かきソフトだったらこれとかその他はこれとかスタジオワンはこれとかいうふうに設定ができてそれが起動したら勝手に機能してくれるんですよこれを一旦閉じておいて本題のお絵かきソフトですけれども1を押したらペンになるようにしてあります まあもちろん筆圧感知なんで細いものもこうやってかけますしそして2が消しゴムこうやって消しゴムになりますそして3にスポイトをやったんですね例えばこれ青い色でこれぐらい青くしておいて描きますよねこうやって。 次また色を変えて黄色でこうやって描いたりしてですねそれでスポイトですねまた青で描こうと思った時にここを押すとスポイトになるのでスポイトしたらまた青で描ける黄色を取ったら黄色が描けるというふうにまだ私も使いかけて30分から1時間ぐらいです開封した時に何もわけわからないでグダグダ動画を作ったんですけれどもそれから30分ぐらい これ触ってる状態で、またこれ描いているんですけれどもまあこういうのとか文字を打ちたい時にはこのボタンだったかな押したら文字モードになってここで何かを書きますよとこういうようにですねこう書いてサイズとかここでこうやってなぞってですねそしてサイズをこうやってピッとしたら これでぐーっと大きくしたり、小さくしたりできるようなんですよね。色はどんな色にするかとか。できるんですけど、こう重なってたりしたらこの辺がまだよくわからないんですが、こうしたら移動とかもぐりぐりできるみたいなんですね。これ全然まだ使い方わからないのですけども。なんか透明のこんなのになってるんですよね。選択範囲したみたいに。 これでここをなぞらないと。色がつかないんですよね。今、色ついてきたんですけれど。これもなんかちゃんとあるんでしょうけど、よくわからない。それで、コントロール D を押したら、選択範囲が終わるとかあって、これでかけるということになる。みたいなんですがすべてがみたいなんですよね。がはは、ただ便利なのはこの筆の太さですね。 左の方に筆の太さがありますように細く描きたかったり太く描きたかったりこれがホイールのいいところですよねすごい楽しいというか回転とかもできるんですよねこの3のボタンをここで押したら画面の下に何か出てるんですよ回転とかしましてこのホイールをぎゅっと回したら回転できるんですよね 例えば反対にして絵を描きたいときですね。こういうときに反対にできたら描きやすいし。斜めに線を引きたいとき。こういう風にしておけばまっすぐ下に線を引けるということで。多分回転とかっていう機能があるんでしょうけれども。そして4のボタンを押すと、こんなのが出てくるのです。回転もこうやって90度単位にですね。 端をこうピッと押したりすると90度単位になるのでそこらもやりやすいですしここに取り消しとかやり直しとかそういうのがあったり反転ですね図形の反転ができたり全画面表示こういうのですね標準表示がこの下のボタンとか手のひらツールなんですね場所をどっかに移動したりとかできるので例えばかなり拡大をしておいた時に 部分的に見たりするのにはこれを動かせてこうやったりこうずらしたりできるというお絵かきツールとしてはよくできたソフトが無料でついてくるんですよねオープンスタジオっていう名前なんですけれどもこうやってお絵かきはできますし windows 操作も簡単にできますしあとは音楽制作ソフトとか今 設定はまだしてないんですけどダヴィンチリゾルブにも設定をしてみたいなというふうに思っていますダヴィンチリゾルブの方は私はもうこのスピードエディターが超お気に入りなんでこれはカットしたりするのだけがカットボタンってここにあるんですよねスプリットっていうボタンがここちょっと小さいですけどねこのここにスプリットボタンがあるんですよそして次は ここもはげてますけれどもリップルカットするのがこれとこれなんですよね前を切ったり後ろを切ったりですねこの2つの組み合わせこの組み合わせがもう絶妙にいいんですけれども右手ではこのようにケンジントンのトラックボールを使っていますそしてストリームデッキもこのように使ってるわけですさらにさらにですね左手デバイス屋さんかっていうほどに。 ツアーボックスも使ってるんですよね。どれが一番便利なのか、まあ複合して使ってるんですけれどもね。ちょっとツアーボックスが案外高機能な割にですね。ストリームデッキとかと違って液晶がないですよね。これ案外その部分が不便で、一つのソフトだけを使うときには、便利なんですけれども、 そしてこれスタジオワンにもかなりうまく使えるようにはしてあるんですけれども左手デバイスはまあどちらになっても便利ですけど私の左手は1個だけなんですへへこんなたくさんの左手デバイスがあってもというのからしてもですね今回のこのペンタブとそしてここの左側にあるボタンとこのスクロールリングですねこれはかなり便利だと思うんですけど もうちょっと小さくてもいいかなって感じがしました。案外この距離がありましてですね。私の画面は2560の1440とかいうような画面に設定してあるんですけれども、こっからこの端の移動がちょっと大きいから、こうやってキュキュッとこのように手首だけでできるぐらいの大きさでもいいんじゃないかなと。大きい方がいいと。 みんな考えると思うんですけれどもこれはあんまり大きくない方が私はいいなというふうに今回は感じましたということで XP ペンという会社のデコプロ SW というペンタブレットですねこれを今回購入してみてまだファーストインプレッションって感じなんですけれどもお絵かきだけじゃなくて DAW にも動画編集にももちろんお絵かきにも Windows の操作にも使えてとっても便利だったというお話でした。村長スタジオでした。まったね。